ゆいっち、そろそろ来るって。お、ほんとだ。てか、あれじゃない、キョロキョロしてるし。ゆいっち、こっちこっち。あ、ごめんごめん、寝坊しちった。もう、ゆいはそういうとこあるよね。よし、ご飯行こう。私もうお腹ペコちゃんなんだよね。お待たせ。やっぱこの時間帯は混んでるね。ねえ、てか、あ、それそのドリンク、新発売のやつじゃん。迷ったんだよね。一口ちょうだい。オッケー。てか、ミカちゃん全然注文してなくない？そんなんで足りるぽよ。いや、さすがにカロリーがバカになんないし、ちょっと自重しとこっかなって。逆に、二人こそそれでよく太んないね。我慢は体に毒って言うし、レッスンしてれば大丈夫じゃない？そうそう。ポテトおいしいな。目の前で食べられるとはさすがに。ほらほら、ミカちゃん。あーん、いや、からのユイが食べちゃうもんね。さすがぽよ。ほんと、さすがカリスマっていうか、私はポテト食べちゃうもん。あー、もう、私も食べる。おりゃ、おっしゃ、チャンス、パシャ。おお、ポテトを一気食いするカリスマギャル、超レア写真。やばー、拡散しないと。こんなんめっちゃいいのもらえるっしょ。やめやめ、ほんと私のイメージが大変なことになるから。でも、じゃあしょうがないな。リカちゃんに送るだけで許してあげる。あ、速攻返事来た。お姉ちゃん撮られてるの超ウケる。とりあえずカレンちゃんに送った。ああ、ウケる。でさ、じゃあ時間そろそろじゃない？うわ、ほんとだ、早く食べなきゃ。プロデューサーちゃん待たせるのはさすがにやばい。急げ急げ。呼ばれたってことは、また何か3人でお仕事もらえる感じ。ありがとう。超盛り上がって、私らもすっごい楽しかったぽよ。まあ、ゆいたちなら当然っしょ。ご褒美と兼ねて。すんだっけ？後でロケ確認しとこっかな。まずは観光ショー。せっかくプロデューサーちゃんが日程余裕くれたし、ガンガン遊ばなきゃ損だって。沖縄だし
ロデューサーかな。はーい。お、い、いや、お隣さん、よろしく。あれ、しょうこちゃんじゃん。どうしたの？しょうこちゃんもバカンス？バカンスというか、普通にお仕事だぞ。ライブハウスに呼ばれたのと、ラジオにも出るんだ。それで、昨日から泊まってる。じゃあさ、どっか観光行った？おすすめ教えてちょう。え？いや、引きこもってたけど。あ、もったいな。行こう行こう、観光一緒に。プロデューサーちゃんも呼んできて。いや、私は別に。でも、こういうテンションになるとぼっちは弱い。日差しと人混みで溶ける。てかリナ、変装は？え？いるかな？東京じゃないし、大丈夫じゃん？いや、ダメっしょ。ユイたち、芸能人なんだし。その辺でなんか売ってるっしょ。せっかくだし、見てこうよ。あ、こっちのもかわいい。リナ、かけてみて。ほいっと。どう、プロデューサー、グラサン似合ってる？お土産もいろいろあるじゃん。ねえねえ、これかわいくない？見て見て、これアロハ。それはカリユシって言うらしいぞ。アロハの親戚みたいなやつらしい。そうなんだ、ショウコちゃん、よく知ってるね。ラジオで喋るネタになるかもって一応勉強してきたからな。そうか。カリユシって名前、なんかかわいいね。わかる。あ、あっちにはお土産っぽいお菓子がいっぱい。なんだっけ、サーターサーターアンダギーだよね。で、なんか他にもいっぱいあるじゃん。買ってこ買ってこ。せっかくだし、ホテル戻ってから食べよう。本物のヤシの実、ミニストロー刺さってるじゃん。すごい。写真撮ろう、写真。オッケー、よってよって。おお、写真撮ってる。しょうこちゃん、入ってない。もっとこっち寄って。え、私もか。なんか照れるな。はい、撮るよ。イエイ。撮ってしまった。あ、そうだ、確かヤシの実は刺身でも食べられるらしいぞ。ここで食べられるかはわからないけど。刺身？
お魚じゃなくて果物の？そんな食べるしかないっしょ。結構回ったね。お、そうか、時間か。なんかありがとうな、三人とも。観光意外と悪くなかった。リア充たちはこうして楽しんでるんだな。またよろしく。お仕事頑張って。私らも楽しみにしてるからね。さて、私たちもそろそろ部屋に戻ろっか。ね、それでお泊まりといえばお待ちかねのギャルのトークパーティーの時間っしょ。コンビニビーニビーニスナック菓子にチョコに飲み物もいるよね。あとは紙コップ。あ、いいもん見っけ。このスイーツ美味しいんだよね。あ、それ前クラスの子が食べてるの見たことある。ゆいも買おうっと。じゃあ私も。あとはこっちのケーキ、あんま話題になってないけど私的にはおすすめぽよ。おー、スーっぽい。みんなコンビニスイーツに詳しいよね。逆に2人はあんま食べない？私は行くなら話題のカフェとか狙っちゃうからな。ゆいも喫茶店とかファストフードが多いかな。そっか、2人だとそうなるか。よし、じゃあここは私にお任せ。手軽でほどほどに安くてほどほどに美味しいコンビニの魅力教えてあげるし。買いすぎた。ちょっと調子に乗っちゃった。てへぺろ。沖縄土産のお菓子もあるし、絶対食べきれないよこれ。どうすんの。ほらほら、ミカちゃんシーサーだよ。シーサー、ちょっと真似してみてよ。ガオーってガ、ガオー。全然似てないし、ウケる。かわいいぽよ。でさ、その撮影の時聞いたんだけど、どうもその二人付き合ってるっぽくて。あ、アリナ、そっちの袋ちょうだい。おい、ってことは熱愛発覚的な。やば。え、それまだバレてないよね。ミカちゃん、ジュース。そうなんだよね。あ、だからこれ絶対オフレコだから。はい、ジュース。あんがとう。オッケー、すごいな、ドキドキしちゃう。ねえ、リカだ。あ、もしもし、お姉ちゃん、どうどう、沖縄暑い？暑いよ、でもリゾートって感じで気持ちいい。しかもゆいちゃんやりなちゃんとでしょ。そんなの絶対楽しいじゃん。私も行きたかったな。リカちゃん、お土産買ってくから帰ったら遊ぼうね。
私も私も、またカラオケ行こうよ。あ、ゆいちゃん、りなちゃん、うん、楽しみにしてる。うん、じゃ邪魔しちゃ悪いし、もう切るね。お姉ちゃん、お土産よろしく。あたしがいないからってあんま夜更かししないようにね。はい、バイバイ。あんま夜更かししないようにね。だってミカちゃん、お姉ちゃんモードちゃん。いやいいお姉ちゃんだね、ミカちゃんは。えうるさい。ゲストの星翔子でした。みんなぜひライブハウスにも来てくれよな。バイバイ。翔子ちゃん、お仕事頑張ってたね。私たちも負けてらんないな。ね、私たちも明日の撮影頑張って。空いた時間でまた遊びに行こう。ハロー。わー、綺麗ぽよ。イエーイ。というわけで撮影終わり。まだ夜にプールでの撮影は残ってるけど、まあまあ時間余ったね。さすがゆいたち、プロデューサーちゃんが打ち合わせなのは残念だけど、さあ遊ぶぞ。すごいバイタリティだな。翔子ちゃん、もし疲れてたら無理しなくて大丈夫だよ。ゆいたち、その辺あんま考えずに誘うから。いや大丈夫、むしろそのワクワクしてる。どこ行く？どこ行く？遠出する時間はさすがにないしな。またこの辺回っていろいろ見る？じゃあそうしよっか。このメンバーで行けばどこでも楽しいぽよ。ゴーゴー。昨日も来てくれたよねって。うっそー、覚えててくれたんだ。すっごー。東京から来て観光中。ねえお姉さん、この辺でおすすめのお店とかない？穴場スポット的な。飲食店の店員とあんなに打ち解けるなんて。ああいうのはゆいのすごいとこだよね。私たち超お高いし、そういうの今は求めてないけ。しつこいぽよ。
事務所のお土産にしよっかな。リカへのお土産は、ねえねえ、試食あるよ試食。ほい、翔子ちゃん。あーん。あ、あーん。うまい。けど、びっくりした。やば、試食パーティーできちゃうじゃん。ねえ、店員さん。お土産で一番売れてるのってどれ？ただいまただいまーっと。さーてと、あとは夜の撮影だけだね。気を抜かず最高に決めちゃおう。かわいく刺激的に小悪魔に。撮影終了。お疲れちゃん。どうしたの、プロデューサーちゃん。眉間にシワ寄ってるけど。何かトラブル？改めて説明をするとだな。私が出るのは、この近くにあるライブハウスでのイベントなんだが。そうなると、プログラムに穴が開く。どう埋めるかは、今話し合ってるとこ、みたいだな。じゃあさ、それって、私たちが飛び入りしたらダメなん？ね、ゆいも思った。ちょうどゆいたちの曲もあるんだし、いいじゃん。確かに。どうかな、プロデューサー。大丈夫大丈夫、ゆいたちならなんとかなるって。友達のピンチ見過ごせないし。任せといてよ、プロデューサー。作戦会議を始めたみたいだけど、大丈夫なのか、親友。あの三人は、ああ言ってたけど、時間もないし、本当に、しんどいと思う。無理をさせることにならなきゃいいけど。ステージで実際どのくらい動き回れるのか、リハ1回で調整するしかないよね。結構厳しいね。まあでもやれるっしょ。なんかこういうのワクワクするよね。あ、ねえねえ、ゆい、振り見直しときたいかも。誰か動画持ってる？持ってない。あ、それなら。はーい。どうしたのお姉ちゃん。今うち？ちょっと頼みたいことあるんだけど。何？ドラマの録画忘れた？そういうんじゃなくて、ちょっと真面目なやつ。私のパソコンに入ってる振りの動画。めんどくさー。もうしょうがないな。まあ、あとはやるっきゃないよね。
みんなどうだ？一応差し入れ持ってきたぞ。あ、いいこと思いついた。明日のお昼のうちにさ、いろんなお店の人に見に来てくれるよう頼もうよ。したら飛び入りでも盛り上げてもらえるくない？それいいじゃん。やるやろ。送ったやつで大丈夫？見れた見れた。サンキューリカ、助かったよ。はいはい、うん、じゃあ頑張ってね、お姉ちゃん。はいよ。プリ動画来たよ。見せて見せて。お、すごい。なんていうか、ポジティブ。エネルギーがすごい。よーし、セクシーギャルズ、いくよー。おー、We are セクシーギャルズ。鼻の下伸ばしてんじゃねえぞ、てめえら！魂のシャウト、響かせろ！ヒャーハー！大成功！ありがとうな、助かった。翔子ちゃんがお礼言うことじゃないって。それに私たちも超楽しかったし。あ、飲み物来たよ。乾杯しよう。乾杯。乾杯。楽しいな。ニカッチやユイッチといると、なんていうかクラスメイトみたいな。わかる。ミカちゃんやリナちゃんと喋ってるとき、友達と教室で喋ってるのと同じだもん。それは私も思う。なんていうか楽なんだよね。毎日違うことして遊んで、時々トラブって、でもなんだかんだ解決できて。ここでのバカンス、ほんと楽しかったぽよ。高校辞めてなかったら、あたしもこんな風に普通の青春送ってたのかなってちょっと思っちった。リンナさん、もう何言ってんの。うちらまだまだ青春真っ只中じゃん。そうだよ。明日だって明後日だって遊びに行けるんだし、東京帰ったらカラオケ行こうよ。あ、だったらさ、リカも呼んでいい？遊びたそうだったからさ。いいよいいよ、みんなで行った方が楽しいもん。翔子ちゃんのシャウトも聞きたいな。おお、いいぞ。うん、そうだよね。明日や明後日のこと考えた方が楽しいぽよ。なんてったってギャルだし。そうそう。最強のセクシーギャルズ。プロデューサーちゃん、おはー。セクギャル3人来たよ。沖縄で撮った写真が載る雑誌できたんだって。おー、見せ
見せて。おー、めっちゃページ数もらえてるじゃん。お仕事っていうよりほんとバカンスしただけって感じだったのにね。ああ、私たちが飛び入りで出たとこ。あれ、楽しかったよね。ドタバタしてさ。あの時、超一体感出てたよね。ずっとも超えて、マブダチ出た、ヤンキー語。え、これヤンキーっぽい？普通に使ってたんですけど。別にいいじゃん。なんかそれも合わせてリナって感じするしね。え、ユイも結構好きだよ。それ面白いし。じゃあいっか。お、ごめんプロデューサー、完全に雑談モード入っちゃってた。で、なんだっけ。はい、聞かせてやるぜ、魂の姫。やっはー、すっごー、しょうこちゃんさすがよ。近距離で聞くと強烈。すまないマイクを持つとどうにも加減できなくて。はい、次どうぞ。じゃあさ、ミカちゃんリカちゃんのやつ聞きたい。そうきたか。もちろんオッケー、いくよ。イエーイ。次のオフはどこ行こっか。こないだ雑誌に出てたお店行きたい。原宿にちょっと前にできたんだって。いいじゃん、そこ行こうよ。なんていうか、みんなすごいな。元気でこっちまで引っ張られる。まあね、今楽しめることは全力で楽しまなきゃ。もったいないし、休んでる時間とかいらないっしょ。それにさあ、私たちの未来にはまだまだ楽しいことたっくさん待ってるし。ねえ。